松宝神社は、兵庫県淡路市、来る朝にある神社である。兵庫県淡路東北東部の大阪湾の海沿いに鎮座する神社である。神社の創建は、約600年前の大永六年と古く神社の位置する東浦地域一帯と山間部の小田地区の氏神として、地域の人々の数景を集めている。鎌倉時代の武将、楠木正重の家臣である。 吉川弥六が港川の戦いにおいて主君から、八幡大臣の真事を託され帰る淡路島に落ち延びた、際に山中に祠を立て、八幡大臣を祀った者が神社の創建の由来とされる。その後この祠は、役除け、祈願成就のご神徳賢著なることが評判となり、大永六年に紀和賞に移され村村鎮守の八幡宮となった。明治十四年に、 神社の周囲の浜辺が松穂の裏と呼ばれていたことから松穂神社と解消し現在に至る。現在の松穂神社の社殿は平成7年の阪神、淡路大震災によって大きな被害を受け神社参道の鳥居も大破した。神社修繕の際には宇治子、宇治子町内会をはじめ地元の名士や企業によって多額の寄付が行われ神社の再建を後押しした。その他にも 同じ東浦地域の刈谷地区にある、琴とし神社も地震により、本殿が大破、鳥居も損壊したが、この際にも地元の人々による多数の寄付が寄せられた。現在も、琴とし神社の境内には、当時のプレハブの社務所が置かれている、松穂神社の社宝、名刀菊一文字は、上元時代作の孤刀である。言葉天皇の命により、 全国の名刀校が担当したがその折の筆頭、五番単野であった備前福岡一文字派の祖である、のりむねの作と見られている。八幡宮に名刀ありとの噂や区伝はあったものの所在不明の状態が長らく続いていたが、昭和八年に偶然神社本殿の内陣で発見された。昭和十年には、当時の文部省による鑑定の結果、同年十月二十日付で、 国の重要美術品に認定された。その後、太平洋戦争の終戦直後の連合国軍による占領政策によって、菊一文字は流出の危機を迎えたが、当時の松本神社宮寺の尽力によって辛くも、社宝の流出という危機は免れた。見合いを終えた、谷町内会の布団太鼓松本神社で最大の規模で行われている祭祀は、毎年10月の第 一日に取り行われる周期例大祭である、主に旧東浦町の各地区の町内会で構成される、白山河内中持ち。ありがとうございます。